コッペンハーゲン条約は1660年5月27日に締結され、デンマーク・ノルウェーとポーランド・リトアニア共和国の同盟とスウェーデンの間の北方戦争を終結させた条約。この条約はロスキレ条約の追加条約ともいえるものであり、デンマーク・スウェーデン・ノルウェー間の国境を決定した。この国境は現代でもほとんど同じである。スウェーデン・ウォーカール十世は、 トロンデラーグ地方とボーンホルム島をデンマーク・ノルウェーに返還する見返りとしてアーケシフース県以外を受け入れるつもりはなかった。一方、デンマーク・ノルウェー王フレデリク3世はロスキレ条約の履行を拒否1645年のブレムセブルー条約の状態に回復しようとした。二人とも全く譲歩せずフランス王国とイングランド共和国がスウェーデン側で ネーデルラント連邦共和国がデンマーク側で仲介に入った。フレデリク3世はスウェーデンがスコーネを領有することで、コッペンハーゲンは常に脅威にさらされると主張、スコーネを脱会するためのデンマーク・オランダ同盟を提案した。彼はブランデンブルク選定公領とオーストリアの支持を得たが、オランダには別の考えがあった。その考えとは、 エーレスンド海峡の西岸と東岸が同じ国に支配されると、エーレスンド海峡通行税が引き上げられる可能性があり、バルト海との貿易を阻害するというものであり、イングランドも同意見だった。そのため、オランダとイングランドは、エーレスンド海峡の西岸と東岸が同じ国に支配されることを阻止すると合意した。さらに、フランスのジュール・マザラン・枢機卿はもし、 オランダがデンマークに肩入れして、スウェーデンと対抗した場合、フランスがオランダに侵攻すると脅した。カール10世が1660年2月に死去したことがわかると、フレデリク3世は即座にロスキレ条約を破棄して、それを無効とした。これは、スウェーデンの外交官を警戒させたが、英物はスウェーデンがトロンデラーグを放棄する以外、ロスキレ条約を履行している限り、 英英物はその条件で条約を締結することを保証するとした。デンマークはブランデンブルク、オーストリア、ポーランド支持を得てスコーネ返還を検持したが、今度はオランダが支持しなかった。1660年3月8日、ミヒル・デロイテル率いるオランダ艦隊がスウェーデン艦隊を封鎖していたランズクルーナ港から出港するよう命じられた。フレデリク3世は譲歩し、 本腰を入れての交渉は3月24日に開始した。最も争われた点は、ボーンホルム島の支配であった。ボーンホルムの住民は、スウェーデンの占領軍に対し放棄して指揮官のヨハン、プリンセンスケルドを殺害しており、もしボーンホルムがスウェーデン領に残った場合は、報復が予想される。フレデリク三世は、ボーンホルム住民を保護することを誓っており、 彼は、スウェーデンと交渉諸国の脅しをものともせず、ボーンホルムの返還を要求した。その後、ボーンホルム返還の保証として、スコーネにおけるデンマーク貴族領のいくつかをスウェーデン王領に割譲するとの提案がなされた。しかし、この時点では中海国の代表が、デンマークスウェーデン両国をはために陰謀を巡らすようになり、交渉が脱線し始めた。 デンマークのハンニバル・セヘステッドは激怒、デンマークとスウェーデンの間で直接交渉すべきと主張した。スウェーデンはこの主張を受け入れ、数日で条約の内容を合意した。赤はデンマーク・ノルウェーを、黄色はスウェーデンを示す。緑の部分はコッペンハーゲン条約でスウェーデンからデンマーク・ノルウェーに返還されたトロンデラウ地方とボーンホルム島。月日。 条約は、コペンハーゲンとスウェーデンの要塞化された軍営のあるカールスタードの間にあるテントで締結された。4日後、シェラン島にいた残り3000人のスウェーデン軍はようやく、コペンハーゲン付近から撤退し始めた。条約の内容は、下記の通り、ありがとうございます。